ニパウイルス感染症は、ニパウイルスに感染することにより起こる感染症。日本では感染症法における4類感染症、家畜伝染病予防法における届け伝染病であり、対象動物は馬、豚、イノシシ。1997年から1999年にかけて、マレーシアで3回の原因不明の農園の流行が確認された。症状は、 日本農園感染と類似しており、当初は日本農園の流行と判断されていたが、かによる媒介と判断できない点がある。日本農園ワクチン接種者にも感染者が出ているなど、日本農園と明らかに異なる点があることから詳しい調査が行われ、新種のウイルスによる感染症であることが確認された。当初、このウイルスはヘンドラウイルスとの配列類似性が高いことから、 暫定的に、ヘンドラサマウイルスと呼ばれていたが、ウイルスが分離されたバルスンガイニッパ村の名を取って、1999年4月に、ニッパウイルスの名が付けられた。ヘニパウイルス属の発生場所とヘニパウイルス属を持つ、オオコウモリの分布、赤い影ヘンドラウイルス、青い影ニッパウイルス豚を媒介として、人に感染するため、養豚農家の発生が多く見られる。 自然宿主はヘンドラウイルス同様をコウモリであると推測されており、コウモリから豚を介して人に飛沫感染するものと思われる。オコウモリからの直接感染も指摘されている。人での症状は脳炎を主張とし、死亡率は高く発病者の致死率は50%に達する。豚では咳、呼吸器症状を示す。米ロ細胞を用いてのウイルス分離。 RTPCR 免疫組織化学染色エライザウイルス中和試験。特異的な治療法はなく対症療法が主となる有効な予防法は確立されていない発生現場の冒険の際は防護衣着用ありがとうございます